どうも、青山です。今日は、都内某所に来ております。今日はですね、雪が舞っているんです。ご覧ください、こちら雪が積もっております。20センチの雪。ただこの雪、冷たくありません。あ、何やらパネルがありました。こちらのパネル、文字がありますよ。パチンコ、冬のソナタ、そしてこのメガネ萌え男子ペヨンジュン様。さすがに勘の悪い青山でもこれは気づきます。最後の恋、最高の恋というキャッチフレーズありますけれども、私もそんな恋がしたい。ということで、会場内にやってまいりました。周りはすごい人でですね、ちょっと歩くのも大変なぐらい人が溢れているんですけれども、この人の中にですね、パチンコ冬のソナタ研究家の方がいらっしゃるということなので、早速呼んでみたいと思います。パチンコ冬のソナタ研究家の平山さん。はい、これから冬ソナファイナルを知らしていきたいと思います。ですね、5年ぶり、冬ソナ2から5年ぶりの、新作というわけなんですけれども、まあ、あの筐体は仕事人4から搭載されたビッグサプライズですね。なので液晶もやはりでかい。あとはそうですね、サブ液晶が AKB で1つだったのが2つついていて、これがですね、ピンとくっついて焼くものの代わりになったりもするみたいなんですよね。お、ウェディングチャンス。今回冬ソナファイナルはあのウェディングはテーマなのでね、ファイナルっていうだけでゴールイン、2人のゴールインがテーマになってます。今回冬ソナファイナルのスペックがですね、大当たり確率 319.1/7、核煙突率が 65%、ミドルスペックですね、ファイナルになってスペックがガラッて変わってたりとか、マックスになってたりしたらどうしようと思ったんですけど、さすが京楽さんはやっぱりそんなことしないですね。その心配は全然なかったです。女性もたくさん打たれるのでね、やっぱマイルドな方がいいということで、うちもこのスペックも含めた冬ソナファンなので、もうミドル、王道ミドルスペックで安心でございます。お、ミジンさんも一杯どうですか。ちょっと打った感じでもう大きく変わったことをたくさん発見しました。まずはですね、ラウンド大当たりすると右打ちになっているようですね。で、仕事人でもあった、ランクアップのタイプのこういうやつ、こういうアタッカーと普通のアタッカー、アタッカー2つついてるみたいです。あとですね、図柄が減りました。前作は冬ソナタっていう図柄があって、今回旧図柄があるのかな。旧図柄は前作にはなかったので1個増えて漢字の部分が減ったっていう感じですかね。それぞれ図柄の人物も大きく変わってます。三図柄がミニオンさんになってますね。ユジンだったのがで、チェリンが五図柄だったのが、ミニオンじゃない、ユジンになってますね。青保留、
青堀でいいのかな、帽子が青いんで。チャンス目、お、緑保留になりましたよ。あ、エアバイブ出ました、激アツ。ミニオンさん、エアバイブが出ましたので、あとは安心して見ていきましょう。ミニオンの職場で働くキム次長、友人の頼れる姉のような存在のチョンは、それぞれの立場で二人を見守っている。キム次長とチョンは友人とミニオンの関係を理解して見守る。同じ思いの者同士、次第に気持ちも近づいていくのだった。しました。やだやだ、お、高速点滅してましたね。あ、太郎にもあった高速点滅、フィソナリも動作されてるみたいです。おー、出ました。倒れてきた資材からミニオンをかばい、怪我を負ってしまった友人、朦朧とした意識のままで友人を呼ぶチュンさんの声が聞こえた。あ、実写系のリーチはだいたい前作のやつが投射されてる感じですかね。ちょっと違うかな、でもやっぱ。一度帰って夜また来るな。僕もそうするよ。以上の派手さですよ。ダイナミックですね、液晶大きいし。愛してるよ。学園大当たり、右を狙ってください。ウルトラのアニメが放送されていたと思うんですけど、アニメバージョンのエピソードもラウンド中に見ることができます。新恋愛モード、はい、ということで学園大当たりしましたので新恋愛モードに突入しました。やっぱね、この冬空のシリーズのね、一番楽しいのが恋愛モードなんですよ。この格変か通常かっていう、でリーチとかもガラッと全然違うじゃないですか。もうこれはたまんないんですよね。どうやってリーチがかかるんだろう。お、先読み3連、先読みが3連しました。先読み絡んでるからいいんじゃないですか。あ、これやばいんじゃないかな。水柄、10年間も友人を忘れていたんだ。なのに今更。でも僕はチュンさんなんだろ。記憶がないならチュンさんじゃない。じゃあ僕はどうすればいい。
外れた。これはまあセーフ、セーフってことで。お、保留が変わった。矢が刺さってます。あ、結構2個もある。あ、羽が生えましたよ。お、輪っかもできた。これいいんじゃないですか。どこに来たい。教会行きましょう。お、ゴズガラで先輩プロコース。あ、冬ソナ2のリーチですね、これ。してやがるぜ。はい、ということでですね、まだまだ各編が続きそうなんですけれども、リポートの方はこの辺で終了したいと思います。いかがでしたか。いや、そうですね、もう冬ソナ2から5年ぶりの、ファイナルということでですね、うちは初代を収録でホールで打っていたんですが、はい、もうそりゃ年も取るわって感じですよね。ちなみに何歳になられるんですか。今年で25歳になります。あ、じゃあもう結構ライター編集歴と言ったら。そうです、5年です。もう貫禄だけはあります。そう、だからうちが入る前にもう2が導入されていたので、うん、はい、最も打った台が冬ソナ初代なんですよ。あ、じゃあパチンコ人生で一番思い入れがある冬ソナシリーズの最新作、 そして最終章と。そうなんですよ。でもう研究家というだけあってね、はい、冬ソナにはかなりの思い入れがあるんですけど、ファイナルを打ってみてやっぱりあのサブ液晶が2つついてて、その、うん、それがさらにこうハートにくっつくっていうのがもうすごい衝撃的で、ダイナミックだったし、はい、綺麗だったし。ああ、やっぱ5年も経つとダイナミックっていう言葉を覚えてきますね。そう、もう英語もちゃんと勉強してます。あんまり日本語もちょっと危うい感じからのスタートから。さすがですよ。未だに危ういですけどね、日本語は。じゃあこれはもうホールで打ち込むしかないですね。はい、もう収録でまた通います。はい、ということでですね、今回、発表会レポートをさせていただいたんですけれども、最後に、研究家平山さんに4様で締めていただきたいと思います。4様